中力系民族、中力系民族、中力系民族、または、とは、中力諸国を使用する人々。ユーラシア大陸の中央部を斜めに貫く、から、トルコ共和国にまで及ぶ乾燥地域を中心に、シベリア、中央、アジア及び西アジア、東欧などに広く分布する。中力系諸民族、トルコ系諸族、中力系諸族とも、英語では、 この競技の TRK、トゥルク、トルコというべき一民族をターキッシュと呼び、抗議の TRK、トゥルク、トルコであるトゥルク系諸民族全体をターキックと呼んで区別しており、ロシア語など他のいくつかの言語でも類似の区別がある。これに習い、日本語でも競技の TRK にトルコ、抗議の TRK にトゥルクを当てて区別する用法があり、ここでもこれに習う。 歴史学者の森安隆夫は、近年の日本の歴史学会において、チュルク、チュルクという表記がよく見られるとしながらも、トルコ民族という表記をした上で、その定義を、当代から現代に至る歴史的、言語的状況を勘案して、方言差はあっても、非常に近似しているトルコ系の言語を話していたに違いないと思われる、特決、鉄録、ウイグル、怪骨、カルルク、カツラ,ラロク バチシツミツ、スナタ族などを一括にした故障としている。人種的には、東部で、モンゴロイド、西部で、コーカソイドと東西で大きく異なるが、人種に関係なく、トゥルク諸国を防護とする民族は一括して、トゥルク系民族と定義される。トゥルク系民族の言響についての定説がないが、 ウラル山脈以東の草原地帯に求める説が有力である、人種的にはモンゴロイドであったらしい。また、はモンゴロイドであったと言われている。東大まではほとんどが黒髪、直毛、黒目のモンゴロイドであったが、東大の終わりは頃東ウイグルガン国が崩壊し、中力系民族がモンゴリア、アタイ地方から移動して、天山山脈からタリム盆地全体を支配するようになった結果、 先住の高カソイドのインドヨーロッパ語族は何世代か、後には、トュルク化した。強度は、トュルクとモンゴルの諸民族の先駆者として、満場一致とはいかないまでも、広く認められている。ただし、言語上、S テ式上の関連性について、各たる証拠となるような記録が十分残されているとは、言い難い。言語学者の仮説によれば、 前3000前、前百5 0 0年頃にはが話されていたというが、直接的な証拠は何も残されていない。強度や、噴族の民族的出自についての確立した説はないが、現代のトュルク族は、強度や、噴族が自分たちの先祖だと考えている。朝霊あるいは、帝礼と記される民族は、強度と、同時代に、モンゴル高原の北方、バイカル湖あたりから、 カザフステップに居住していた遊牧民であり、これもトゥルクの転写と考えられている。丁寧イイは強度が向上となれば服属し、強度が衰えを見せれば離反を繰り返していた。やがて強度が南北に分裂してモンゴル高原の支配権を失うと、東の戦比がモンゴル高原に侵攻して高原の支配権を負ったが、これに対しても丁寧イイはその数勢に応じて、 反復を繰り返していた。五湖十六国時代、戦費の衰退後は、モンゴル高原に進出し、一部の帝霊人は中国に移住して敵義を建てた。モンゴル高原に進出した帝霊人は、南北朝時代に中国人、タクバチ氏政権から、後者と呼ばれるようになる。これは彼らが移動に使った車両の車輪が広大であったためとされる。はじめは、 モンゴル高原をめぐって、卓抜部の大国や北儀と争っていたが、次第に対等してきた従前が強大になったため、それに従属するようになった。487年、公社舎福福ラブのアフクイタルラは、従前の支配から脱し,し、独立を果たすアフクイタルラ国。アフクイタルラ国は、従前やエフタルと争ったが、6世紀に従前に敗れて滅亡した。 中央ユーラシア東部の覇者であった、従前下ン国はその短鉄奴隷であった、特決によって滅ぼされる、五百五十五年。特決は、従前の丘陵王もしのぐ領土を支配し、中央ユーラシアを、ほぼ支配下に置いた。そのため東ローマ帝国の資料にも、キュル力として記され、その存在が、東西の歴史に記されることとなる。また、特決は、自らの言語、 トゥルク語、自らの文字、特決文字で記しているので、古代トゥルク語がいかなるものであったかを知ることができる。特決は582年に東西に分裂し、8世紀には両特決が滅亡した。一方で特決と同時代に、特決以外のトゥルク系民族は、鉄録と記され、中央ユーラシア各地に分布しており、中国史書からは最多の民族と記された。鉄録は、 特決下岸国の重要な構成民族であったが、特決が衰退すれば独立し、特決が盛り返せば服属するということを繰り返していた。やがて鉄六は特図、特図オグズと呼ばれ、その中から海骨、ウイグルが台頭し、カツララ六、カルルク、バチシツミツといったチュルク系民族と共に、東、特決第二下岸国を滅ぼした。 中央ユーラシア全域を支配したトゥルク帝国、特決であったが、両特決の滅亡後は、中央ユーラシア各地に広まったトゥルク系民族が、それぞれの国を建て、細分化していった。モンゴル高原では東、特決を滅ぼした海骨、ウイックルが海骨化岩国を建て、中国の東欧朝と友好関係となって、シルクロード交易で繁栄したが、 内紛が頻発して、かつかつここ、キルギスの侵入を招き、840年に崩壊した。その後のウイグルは、関州ウイグル王国、天山ウイグル王国を建てて最域における定住型、トュルク人、現代ウイグル人の祖となり、タリム盆地のトュルク化を促進した。中央アジアでは、カルルク、トュルギ州、キメク、オフズといった所属が拡挙していたが、10世紀に、 サーマーン朝の影響を受けて、イスラーム化が進み、トゥルク系民族初のイスラーム教国となるカラハンアサが誕生する。カスピカ異跡ではブルガール、ハザール、ペチェネグが拡挙しており、南、ルーシュの草原で攻防を繰り広げていた。十一世紀になると、キメクの後世部族であった、キプチャク、クマンジン、ポロベツが南ルーシュに侵入し、モンゴルの侵入まで勢力を保つ。 トゥルク系国家で最も早くイスラームを受容したのは、カラハンアサであるが、オグズから分かれたセルジューク家率いる一派も早くから、イスラームに改宗し、サーマーン朝の庇護を受けた。彼らはやがて、トゥルクマーン、イスラームに改宗したオグズと呼ばれ、中央アジア各地で略奪を働き、土地を荒廃させていったが、セルジューク家のツグリルベグによって統率されるようになると、1040年に、 ガズナーサを壊滅させ、ホラーサーンの支配権を握る。1055年、トゥグリルベクはバグダードに入場し、アッパース町のカリフから正式にスルターンの称号を授与されると、スンナ派の養蜂者としての地位を確立する。このセルジューク町が中央アジアから西アジア、アナトリア半島に至る広大な領土を支配したために、トゥルク系ムスリムがこれらの地域に広く分布することとなった。 また、イスラーム世界において、奴隷としてのトゥルク、マムルークは重要な存在であり、イスラーム勢力が、聖戦、ジハードによって得た、トゥルク人捕虜は戦闘力に優れているということで、サーンアサなどで重宝され、時には、マムルーク自身の王朝、ホラズムシャーアアサ、ガズナアサ、マムルークアサ、奴隷王朝など、が各地に建てられることもあった。こうした中で、 トゥルクイスラーム文化というものが開花し、数々のイスラーム書籍がトゥルク語によって書かれることとなる。こうしたことによって、イスラーム世界におけるトゥルク語の位置はアラビア語、ペルシア語に次ぐものとなり、トゥルク人はその主要民族となった。百四十年にウイグル化万国が崩壊すると、その一部は天山山脈山中のユルゥズ地方の広大な牧草地を確保して、 これを本拠地とし、天山ウイグル王国を形成した。天山ウイグル王国は、タリム盆地、トルハン盆地、ジュンガル盆地の東半分を占領し、マニ教、仏教、ケー教、ネストリウス・ハキリスト教を信仰した。一方、東トルキスタンの西半分はイスラームを受容したカラハンアサの領土となったため、カシュガルを中心に、ホータンやクチャもイスラーム圏となる。 これら二国によって再域は、ル力語化が進み、古代から陰謀系の言語、北東イラン語派、トカラ語であったオアシス住民も11世紀後半には、ルク語化した。中央アジアの草原地帯には、カルルク、チュルギシュ、キメク、オフズといった西特設系の所属が拡挙しており、オアシス地帯では、イラン系の定住民がすでにイスラーム教を、信仰していた。草原地域では、 イラン系遊牧民は急速に、トゥルク語化した。一方のオアシス地帯では、法語は12世紀頃までにおおむねトゥルク語化したものの、行政文書や司法文書などにはもっぱら、アラビア文字による書、ペルシャ語などが用いられ、継続性が必要とされる、特性上、トゥルク語への置換はゆっくりとしたものであった。多言語話者がトゥルク語に変更するには、トゥルク語で、 イスラーム教を布教するのが最も効果的なのであるが、西トルキスタンでは定住民がすでにムスリム、イスラーム教徒であったため、あるいは遊牧民と定住民の住み分けが明確になされていたため、人口が多かったために、東トルキスタンほど急速にトゥルク化が起きなかった。西トルキスタンにおける最終的なトゥルク語化は、ホラズムシャー,アーサ、カラキタイ、ティムールアサ、シャイバーニー朝といった王朝の下で、 ゆっくりと進行した。古代からモンゴル高原には絶えず統一遊牧国家が存在してきたが、八百四十年のウイグル河岸国、海骨の崩壊後は三百六十年の長期にわたって、統一政権が存在しない空白の時代が続いた。これは、語尾の南、爆南を支配した、寮、吉炭や金、女神といった王朝が巧みに干渉して、幕北に、 強力な遊牧政権が出現しないよう、政治工作をしていたためであった。当時、モンゴル高原にはケレート、ナイマン、メルキト、モンゴル、タタル、オングト、コンギラトといったトゥルクモンゴル系の諸部族が拡挙していたが、13世紀初頭にモンゴル出身のテム人がその諸部族を統一して、新たな政治集団を結成し、チンギスカン、ザ位。イイ。 1206年から1227年として、大モンゴルウルス、モンゴル帝国を建国した。チンギスカンはさらに周辺の諸民族、国家に侵攻し、北のバルグと、オイラと、キルギス、西のタングーと、聖火、天山ウイグル王国、カルルク、カラキタイ、聖領、コラズムシャー朝を、その支配下に置き、短期間のうちに大帝国を築き上げた。 チンディスカンの後を継いだオゴデーカーン、在位、1229年から1241年、も南のカネアサを滅ぼて、北、中国を占領し、西製軍を派遣して、カスピカ異星のキプチャク、ボルガブルガール、ルーシ諸公国を支配下に置いて、ヨーロッパ諸国にも侵攻した。こうして、ユーラシア大陸を覆い尽くすほどの大帝国となった、モンゴルであったが、第四代、モンケカーン。 在位、1251年から1259年の死後に後継争いが起きたため、帝国は4つの国に分裂してしまう。この史上最大の帝国に吸収された、中力系諸民族であったが、支配層のモンゴル人に比べてその人口が圧倒的多数であったため、また文化的に中力語が普及していたため、中力のモンゴル語化はあまり起きなかった。 むしろイスラーム圏に領地を持ったチャガタイウルス、チャガタイアセ国、フレグウルス、イルカン国、ジョチウルス、キプチャクアセ国ではイスラームに改修するとともに、トュルク語を話す、モンゴル人が現れた。こうして、モンゴル省王朝のトュルクイスラーム化が進んだために、モンゴル省王朝の解体後は、トュルク経営の国家が、次々と建設されることとなった。チンギス政権以来、 天山ウイグル王国は、モンゴル帝国の庇護を受け、14世紀後半に至るまでその王権が保たれた。それは、ウイグル人が高度な知識を持ち、モンゴル帝国の官僚として活躍したことや、モンゴルにウイグル文字を伝えて、モンゴル文字の基礎になったこと、オアシス帝住民の統治に長けていたことが挙げられる。モンゴルの内紛が起きると、天山ウイグル政権は、トルファン地域を放棄したが、 その精神を受け継いだ、ウイグル定住民たちは、現在もウイグル人として生き続けている。一方、カラハンアサ、以来イスラーム圏となっていたタリム盆地西部異星には、モンゴル時代に、チャガタイウルス、チャガタイハン国が形成され、天山ウイグル領で、仏教圏であった東部も、その番となり、イスラーム圏となる。やがて、チャガタイハン国は、パミールを境に東西に分裂するが、 この要因の一つに、モンゴル人のトゥルク化が挙げられる。マーバラ・アンナフル、トランスオクシアナを中心とする、西側のモンゴル人はイスラームを授容して、トゥルク語を話し、オアシス定住民の生活に溶け込んでいった。彼ら自身は、チャガタイと称したが、モンゴルの伝統を重んじる。東側のモンゴル人は彼らを、カラウナス、混血児と下げすぎ、自身を、モグールと称した。 そのためしばらく東トルキスタンは、モグーリスタンと呼ばれることとなる。西、チャガタイ藩国から台頭したティムールは、西トルキスタンとイラン方面、旧フレグウルスを占領し、モグーリスタンとジョチュールスを、その影響下に入れて、大帝国を築き上げた。彼自身が、トュルク系ムスリムであったため、また西トルキスタンにトュルク人が多かったため、ティムール朝の武漢たちは、 チュルク系で占められていた。しかし、文官に至っては、知識人である、イラン系のターズイーク人が担っていた。こうしたことで、ティムール朝の公用語は、イラン系である、ペルシア語と、チュルク系である、チャガタイ語が使われ、都市部においては二言語併用が一般化した。キプチャク草原を根拠地としたジョチュルスは、比較的早い段階でイスラームを受容し、 多くのトゥルク系民族を抱えていたためにトゥルク化も進展した。15世紀になるとカザン半国、アストラハンン国、クリミア半国、シャイバーニーアッサ、カザフ半国、シビル半国といったトゥルク系の王朝が次々と独立したため、ジョチュールスの政治的統一は完全に失われた。現在、中央アジアのトルク系民族で上位を占めるのが ウズベク人とカザフ人である。これらの祖先は、ジョチウルス東部から独立した、シバンカのアブルハイル、在位、1426年から1468年に引きられた集団であった。彼らは、ウズベクと呼ばれ、キプチャク草原東部の統一後、シル、川中流域に根拠地を移したが、ジャニベク藩とケレイ藩が、アブルハイルにいて、モグリスタン辺境へ移住したため、 ウズベクは二つに分離することとなり、前者を、ウズベク、後者を、ウズベクカザフもしくは、カザフと呼んで区別するようになった。アブルハイルの没後、ウズベク集団は分裂し、その多くは先に分離していた、カザフ集団に合流した。勢力を増したカザフは、キプチャク草原の遊牧民をも吸収し、強力な遊牧国家であるカザフ藩国を形成した。やがてウズベクの集団も、 ムハンマド・シャイバーニー・ハンの下で再統合し、マーワラ・アンナフル、フェルガナ、ホラズム、ホラサーンといった各地域を占領して、シャイバーニー朝と呼ばれる王朝を築いた。1599年に、シャイバーニー朝が滅亡した後、マーワラ・アンナフルの政権はジャーン・アサ、アストラ・ハン朝に移行した。ジャーン、アサは1756年にマンギット・アサによって滅ぼされるが、 シャイバーニー朝からマンギと朝に至るまでの首都がブハラに置かれたため、この三王朝を合わせて、ブハラ半国と呼ぶ。ただしマンギと朝は、範囲につかず、アミールを称したのでブハラアミール国とも呼ばれる。また、コラズム地方のウルゲン地を拠点とした政権。これもシャイバーニー朝は17世紀末に、ヒバに戦途したため、次のイナク朝、1804年から1920年、とともに、 ヒバハンコクと呼ばれる。そして、18世紀に、ウズベクの民具部族によって、フェルガナ地方に建てられた政権は、高感度を首都としたため、高感度ハンコクと呼ばれる。これらウズベク人によって、西トルキスタンに建てられた三つの国家を三ハンコクと称す。13世紀に始まる、モンゴル人のルーシ征服は、ロシア側から、タタールの首引きと呼ばれ、ロシア人にとっては、 屈辱的な時代であった。しかし、モスクワ大公のイヴァン4世、在位、1533年から1584年によって、火山半国、アストラハン半国といった著地ウルス系の国家が滅ぼされると、タタールの区引きは解かれ、ロシアの中央ユーラシア征服が始まる。この時、ロシアに降ったトゥルク系ムスリムは、ロシア側からタタール人と呼ばれていたが、異教徒である彼らは、 ロシアの抑圧と同化政策に苦しめられ、カザフ草原やトルキスタンに移住する者が現れた。16世紀末になって、ロシアツアーリ国は、シベリアのシビル藩国を滅ぼし、カザフ草原より北の森林地帯を開拓していった。同じ頃、カザフ草原のカザフ藩国は大樹図、中樹小樹と呼ばれる三つの部族連合体に分かれていたが、常に、 東のモンゴル系遊牧集団ジュンガルの脅威にさらされていた。1730年、その脅威を脱するべく、小術のアブルハイル、在位。1716年から1748年が、ロシア帝国に服属を表明し、中術、大術もこれに倣って、服属を表明した。19世紀の半ば、バルカン半島から中央アジアに及ぶ広大な地域を、舞台に、 大英帝国、イギリスとロシア帝国とのグレートゲームが展開されていた。ロシア帝国はイギリスよりも先にトルキスタンを手に入れるべく、1867年に高換度藩国を滅ぼし、1868年にブハラ藩国を、1873年にヒバ藩国を保護下に置き、1881年に遊牧集団トルクメンを虐殺して、 西トルキスタンを支配下に入れた。現在、最も有名な、トゥルク系国家である、トルコ共和国は、アナトリア半島に存在するが、トゥルク人の故地から最も離れた位置にあるにもかかわらず、トゥルク系最大の民族である、トルコ人が住みいる。これは、歴史上、幾波にもわたってトゥルク人がこの地に侵入し、移住してきたためである。それまでのアナトリア半島には、 東ローマ帝国が存在し、主要言語はキリシア語であった。アナトリアへ最初に侵入してきたのはセルジューク朝であり、セルジューク朝によって東ローマ帝国が駆逐されると、その地にセルジューク王権の強化を好まないトゥルクマーンなどが流入してたため、アナトリアのトゥルク化が始まった。その後はセルジューク朝の後継国家であるルームセルジューク朝がアナトリアに成立し、 モンゴルの襲来で多くのトゥルクマーンが中央アジアか逃れてきたのでアナトリアのトゥルク化イスラーム化は一層進んだ14世紀にはオスマン帝国がアナトリアを中心に拡大し最世紀には古代ローマ帝国を思わせるほどの大帝国へと発展した18世紀以降オスマン帝国は衰退の一途をたどり広大な領地は次第に縮小してアナトリア半島のみとなり 第一次世界大戦後、トルコ革命によって1922年に滅亡し、翌1923年にトルコ共和国が成立する。ロシア領内のトゥルク人の間では、19世紀末からムスリムの民族的覚醒を促す運動が起こり、オスマン帝国を含めてトゥルク人の幅広い連帯を目指す反トゥルク主義、反トルコ主義が生まれた。しかし、ロシア革命が成功すると、 旧ロシア帝国領内に住むトゥルク系諸民族は、個々の共和国や民族自治区に細分化されるに至った。一方、トルコ革命が、旧オスマン帝国であるアナトリアに住む、トルコ人だけのための国民国家である、トルコ共和国を誕生させた、結果、反トゥルク主義は否定される形となった。1991年のソビエト連邦崩壊後、 旧ソ連から5つのトゥルク系民族の共和国、アゼルバイジャン共和国、ウズベキスタン共和国、カザフスタン共和国、キルギス、トルクメニスタンが独立。これら諸共和国やタタール人などのロシア領内のトゥルク、継所民族とトルコ共和国のトルコ人たちとの間で、反トゥルク主義の再対等ともみなし得る、新たな協力関係構築されつつある。トルク系民族には、 同じある体系である、モンゴル系民族やツングース系民族に高頻度な C2 系統は、カザフ 66.、66.7%を、除きそれほど高頻度ではない。広範囲に見られるタイプとしては、インオー語系インドイラン人やスラブ人に多い R1、R 系統が、キルギス人に63.5%、南アルタイ人に53.1%などで、観察される。またヤクートは、 ウラル系民族に関連する N 系統が88%の高頻度で見られる。11世紀にトルコ族が侵入したアナトリアでは在来の J 系統等が高頻度である。なお、トゥルク系民族の明確な遺伝子の単一性は認められないことからトゥルク系民族の拡散はよりも言語地間中心であったことが示唆されている。また、調査されたほとんどのトゥルク系民族は遺伝的に 近隣地域の住民に似ていることから、インドヨーロッパ語族のようなが示唆されている。しかし、西部のトゥルク系民族も、現在の南シベリアとモンゴル地域のトゥルク系民族と同一の非常に長い染色体領域を共有している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。